あなたの心に、いるハート、コンパイルハート、非公式バーチャル YouTuber のいるハートとキラキ山さんネクスト公式 VTuber、2時間はラッキーです、えー、イルたヤはい、イルたヤって、うんい、あの、ね、前回からちょっと読んでみてるんだけど、どう、うん、ど,ど,どう、どうなじ馴染んでるすみてるあ、しみてるありがとう <laughs> これからもずっと読んでください <laughs> はい、やったーイルタヤのね、 もう、うん、コラボの目的もう、うん、このこの、うん、もうこれのために来たと言っても過言ではないい、うん、くぞイルテヤお誕生日おめでとうやったーありがとうまた一つ大人になりましたあなんちゃいになったの6ちゃいあ大大きくなって<ー> <laughs>

お前は何して欲しいえー何してほしいのどーー何してほしいかな<は>えーなんか、うん、私専用の目覚ましボイスが欲しい… <laughs>

よよ、よ、よ、かろう。えそれがダメだったらじゃあ「ハッピーバースデー歌って」とかって言おうかなって思ったんだけどいいのいややろうやろう。だってこれでねゆるたヤが朝すっきり目覚めてめざにもう二度と遅刻をしなくなるのもね。ねねねそれはきっとコンパイルハートさんにもね、きっと届くだろうしユーハートのみんなのためにもなるやった よしちょっと適当に考えるよ、今。あったーこれ !YouTube <で><の>はよてよかったーガチアドリブだからね、みんなこれほ、うんと <laughs> に今考えてるからねやったいくよそしたら、うん、え、まず普通に起こすバージョンはい普通に起こすバージョン。はい。参ります。3、2、1、ぴょこ。いるタよいるタよ、起きてもう寝坊さんなんだから。 あと3秒で起きないとお布団剥がしちゃうぞー。3、2、1、バーン目覚めたそ,その後スヌーズ。<laughs> スヌーズもその後スヌーズはい。いるとよいるとよもう、あの、5分経ったんだけど、あの、本当に起きてないのかな いや、それは、ちょっと引くなぁ。えまだ本当に起きてる。いる、いるたやいるたや10分後。いるたやちょっと、あの、なきぴょこ疲れてきたなぁ。ちょっと、あの、もうそろそろいい加減に起きてもらわないと、あの、お布団めくるだけじゃなくて何が起こるかわからないんだけど、いいかな。

でハッピーバー！ありがとうピョコー！<laughs> 毎日ピョコの声で大きいよった。嬉<あ> <laughs> しい <laughs>。ドキドキした。アドリブってドキドキするよ。<laughs> <laughs> 本当に本当に今で急にお願いした。<laughs> <laughs> そんな答えてくれる優しい抱きピョコも大好きですよ。いいうん えっとね、こからちょっとね、お誕生日とはまた違うんだけどせっかくコラボしたからね、あの私たちが頑張って続けている活動についてのお話なんかはねちょっとだけしようかなって思うんですけれども確かに3回目に来て初めて、あのねやっまともな今までもう一生懸命だったけどそうだね、一生懸命早口言ったりね、したけどん。まあね、お互いの活動についても知りたいもんね ぴょこは、なんかこの VTuber の活動を長く続けていく、生きている上でなんかこれを気をつけてるよとかこういうとこ工夫してるよとかそういうのはあったりするなんかあるかな、でもさ、お互いさ、かなり長い年月そう、気づけばね気づけばですよ気づけば令和だよ、みんなそうなんだよ令和の時代にぴょこに出会えるなんていや、長く続けてきてよかったよあ、でもそれで言うと、私 当初の時からだいぶ変わったことがあってだ、うん、し、まあ、今でもなんだけど、うん、ゲーム下手くそなんだよねえ、そうなんだソーセージレジェンドも一応あれあんまり上手じゃなくて <laughs>、うん、<laughs> あの配信で <laughs>、うん、プロのソーセージレジェンドにボコボコにされたりとかしたんだけど <laughs> 動画でやった時に、うん、もう見てほしい、ちょっとこれ見てもらった方が早いんだけど、うん、マジでよちよち歩きしかできなくて <laughs> 全然なんかウさザに「あのやり方わかりますか?」<laughs> って真剣に聞かれて <laughs> <laughs> わかいっぱいじゃない、うん、なんか,いいいんいなんかインクに潜ってインクを貯めて。 立ち上がって、つみたいな、うん、もういっぱいのことができなくてう歩いてるだけで楽しいってとこに集約されたんだけど <laughs> <laughs> それを思えば今かなりゲームができるようになったうわだって生配信とかでさ<う>ゲームいっぱいやったりしてるもんね最近ね、うん、キーボードとマウスでコントローラーなしで遊べるようになってきたの、うん、<laughs> 天才 そう、歩けるの確かもできるそう、キーマオで遊べるようなこと<ー>大,成大成長ですです、それそうだからね、ピョコミンのみんなと一緒にいろんなことやってきたけど、うん、そういうのもね、一個成長できたなってうん、うんうん そうううそそそうかスプラトゥーンはでも難しい。でかかったー、ね、そういうあとね配信ではやってないんだけどうん、うん、自分でおうちでやっててあそうわた私もね同じ「スプラトゥーン2うん、うん」2> で最初にやった時になんかインクに潜ってたらうん、うん、ミサイルに被弾しないと思っててうん、うん、なんかあの、飛んでくる時にピューっていう丸いのつくでしょあれが来て「やばいミサイルだー潜ぐれ!」って潜ってドーンとそのまま。うん あの戻るっていうのをね、よくやってたんだけど確かに、初心者あるあるというかそわかんないよね、最初ねそうだし、そもそもイカなのにインクとか水に溺れて死ぬのがよくわかんないあれはでもストーリー読むとね、あなるほどなるほどだからインクに弱いんだってのがわかって面白いんだそう、ぜひ読んでみちゃちゃんと、見ようえ、イルハートちゃんは、イルハートちゃんって言っちゃったあ、いいんだよあもっかい読んでくれたら

何を言ってますみたいな無茶ぶりをしてくること <laughs> お前は何を求めているみたいなことをよくやってくるから、うん、そうなんか試されているなって思うな。<laughs> <laughs> 私最近見たあのイルたよの動画でさ、でさ、うん、お肉のことだけ話す動画 あれ見て、あの宇宙猫ラキピョコになった。可愛 <laughs> い,い宇宙ピョコ、えー、ってなって。<laughs> これは何人なんだって。<laughs> あれはね、カメラが回ってなかったら一発分殴ろうかなって思った。<laughs> 本当に。いやでも、あれがね、ちょっと、うん、あの、イルタヤところのね、あのあ、ね、チャンネルの良さな気もするから。だって、よかった。<laughs> さんには、これからも無茶振りあの、一イルハートとしてを続けてほしいなってあピョコが、ピョコがそう言うなら何でも試されるよ、私は試されるイルタやでもなんか、うん、なんだろうな工夫してることとかは特にないんだけど <laughs> ないの <laughs>、うん、でも、なんか毎日いるハートがこう楽しく活動してたらうん、うん、それを一緒に楽しんでくれる人がいっぱいあの見てくれるかなって思うからなんか、自分が楽しく やれるるるとをを探すす<ー>気をつけてるっててっいいうかか工夫しな思ま大事だよねでもそれは私もすごくよく分かってやっぱり私ってあの冬眠一度してまして、うん、冬眠からおねんねから目覚めて今ここに降り立ってる。ーでもそれは本当にねあの私のことを応援してくれるね、うん、先輩の皆さんラグビーの皆さん私を知ってくれたりこうやってね VTuber 仲間のみんながねこうやって私のことをいろいろ思ってくれたケ ここにね降臨しイルターのラジオに出るという奇跡までリュウトを冬眠から目覚めてくれるそう起こしてしまったのでやっぱ元気に頑張るって大事だよねそうだね,ねだって私ピョコの「その冬眠に入ります?」の時の配信あの、リアルタイムで見てて。

まだ知らない先輩もいるみたいだからねたまにエゴさせるとあの私がまだ冬眠してると思ってる先輩いるから <laughs> <laughs> 起きたよーってこのラジオをね通じて知ってもらえたら嬉しいからね <laughs> ちなみにイルハートはね「お前まだ活動してたんか?」って毎回言われる <laughs> <laughs> あれはでも愛ある <laughs> エゴさするから、ね、<laughs> まだ生きてたんだっていう元気に生きてるよ6歳迎えたよみんなのおかげでそうなの <laughs>

我々やりたいことたくさんあるんだよ。一緒にやりたいことせっかくねこうやって会えたから一緒にやりたいこととかいっぱいあるしまたねいろいろ相談んしてもいいかな一いしにねな悩みは共有してねっおたがいちょうぶん LINE おくりあげろ。まずはホらゲえのあれから。でほらげコラボしたいね。したい守られたいピョコに守られたい。キキらね 一緒に頑張ろうねこれからも一緒に頑張っていきましょう、うん、改めて全3回もラジオにゲストで来てくれて本当に本当に、うん、ありがとうこっちな会社ねあのいるって 僕からちゃんとあの、うん、おいあのお声掛けいただいたからこうやって実現してるので、うん、本当にありがとうございます、うん、こちらこそ楽しかった、うん、ありがとう、うん、はい、えーイルナキラジオがね、<ん>あの今日3回で今日で最後になるんですけれども今来たばっかりー今来たばっかり <laughs> 本当に今来たばっかりだよなんですけれどもえー、ファンボックスでね、私イルハートが一人でおしゃべりしているラジオがあります<ん>イルテレラジオっていうやつ そね、週に一回更新しているので、あのこのラジオを聞いてね、あの興味を持ってくれたぴょこ民の皆様、先輩の皆様、うん、あの、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして、ラッキピョコから公式の <laughs> お知らせがあります。<laughs> はい最後だから声大きくしてやっちゃおうかなうん、<laughs> はい。山下ネクスト 公式 VTuber の西川荒木からお知らせ届けてまーす。うん、<laughs> はい。毎月8日は山佐さんの山佐プレミアムデー、うん、となっておりまーす。はい。これはですね、本当に毎月8日にいろいろ、いろんな、うん、あれ私今20日って言ったうん、よかっ,て言ってた。よっ,て言ってた。怖い数字わかんなくなっちゃった。<laughs> <laughs> はい、毎月の8日にプレミアムなデーを行ってるんですけども、うん、例えば5月の8日は天城府のプレゼントキャンペーンなんかをやっておりました、うん、次回開催が6月8日になっておりますもうす,そうもうすぐだからね、うん、公式サイトぜひぜひチェックしてねプレミアムのでみんなも楽しんでくれると嬉しいですおいそうこれねあの6月、うん、あの6 <laughs> このねなんか、うん、山下さんの、うん、これ全部実はあの。 読んでないところが一個あってかっこ0、うん、イルハートさんの誕生日の6たす2イコール8ということで覚えやすいですねっていうヤマサジョークが挟まってたんですけど <laughs> <laughs> そう、私のね誕生日は6月2日なので、ね、ちょっと私が微妙だと思ってずっと隠してたけど最後だから暴露します <laughs> ありがとう <laughs> そして <laughs> ニューパルさん SP4 with、うん、太鼓の達人で診断情報ですこちら のホールさんでも好評稼働中ですはい、これ私がでね、動画で昔紹介しましたニューパルサー SP2 の続編となっております、うん、よかったら皆さん、ホールさんに行って遊んでみてくださいそしてじゃあ、ちょっと最後だから個人的なね、ちょっと告知もしたいなって思うんですけど、うん、なんだなんだ私、2時間ラッキーはい8月3日8月3日に誕生日が来ます、うん だからねーだからみんな、イルタヤも含めて、もうこれ聞いてるみんな絶対祝ってくれよなするよねお祝いしよう。あ<ー>やったー誕生日をお祝いしに来たかと思いきや自分の誕生日も告知して帰る、うん、いいのさ確かに近いんだからお祝いしたい <laughs>、ね、みんなよろしくお願いします はい、それでは前3回本ほ、うんとにほんとにありがとうーこちらこそあっという間だっためっちゃ楽しかったですまた一緒にねコラボとかもしていきたいと思いますので、ねうん、よろしくお願いしますこれからも仲良くしてくださいありがとう、うん、それではええ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 え またあそぼうね。うん、またあそぼうね。うん、<laughs> 終わりたくないけど <laughs> <laughs>。ここまでは、イルハートと、はい、ヤマサネクスト公式 VTuber <っ>の2時間だけでしたまたね